おはようございます。はい、今日はですね、広島に来ておりまして、なぜ広島に来ているかと言いますと、今日からですね、ポップアップを広島の T サイドさんでやることになりましたので、広島に来ております。広島は僕、出身地っていうのもありまして、結構ね、馴染み深いんですけども、ポップアップで広島にできるのをめちゃくちゃ楽しみにしてて、結構ね、準備もいろいろやってきたんですけど、4都市ポップアップも3番ということで頑張っていきたいと思います。はい、広島のね、T サイトに到着しました。今ですね、ポップアップの準備が終わりまして、これからね、開店ということになります。今日はね、金曜日なんで、人通りもね、少ないかなと思うんですけど、来てくださる方にね、できるだけノートの良さを伝えられるように頑張りたいと思います。今日はね、まだ1日目ということもあって、ポップアップもどんな感じでね、レイアウトしようかっていうのを、ね、試して、やろうと思っているので、今日はね、こんな感じでやろうと思います。今度は中村さんのノートもね、置いていたりしてます。というわけでね、あと数十分で始まるので、もうちょっと準備だけしていきたいと思います。初日終了しました。こんな感じでね、片付け終えまして、今から帰ろうと思います。あとね、こんだけ差し入れをね、もらいました。飲み物だったり、あとアイマスクも入ってます。こっちはね、飲み物とかパンとかね、たくさんいただきました。こういうのもめっちゃありがたいですね。はい、じゃあ今日はね、こんな感じで終わります。はい、おはようございます。「ポップアップのね、初日から1週間が経ちまして、今日がですね、デイ2ということで、今がですね、朝の7時でして、今から広島 T サイトの方に向かって、ちょっと朝はね、作業をして、夜もね、打ち合わせとか、いろいろあったりするんですけどね、一日ね、流していければなと思います。今ですね、朝の作業終わりまして、時間がですね、9時半ですね。朝はね、インスタ投稿の準備と、あとは事務作業と、今のね、マーケティングの分析っていう感じで、作業をしておりました。大体1時間半くらいですかね。今の時間が、9時半なんですけども、今から、ポップアップの準備をしようと思います。今ですね、ポップアップの準備が終わりまして、時間が9時50分ですね。あと10分ぐらいで開店なんで、もうちょっとだけね、待って開店したいと思います。ここですね、閉店間際ということもあって、だいぶ人通りがね、少なくなってきました。今日もですね、ノートブックを手に取ってくださる方が非常に多かったので、僕もね、接客をして楽しい一日でしたね。はい、今ですね、ポップアップ終わりまして、今が時間が17時ですね。あとね、差し入れをね、たくさんもらいました。今日もね、知り合いの方含めて、新しい方もですけど、たくさん来ていただいて、こうやって差し入れもね、いただきまして、めちゃくちゃ中入ってました。んで、ポップアップね、一人でやってるので、こういうのがめちゃくちゃありがたいですね。これはね、ホテルに戻って、いただきたいと思います。はい、今からですね、帰ろうと思うんですけど、その前にちょっとだけ、作業したいので、カフェに行って作業してホテルに戻って、今日夜はね、ケンさんとまた打ち合わせが10時からなので、それまでにホテルに戻ろうと思います。終わりました。今ですね、インスタの投稿を作ってまして、これから投稿するものの、レビューと最終調整って感じでやってました。今からね、投稿して、ホテルの方にね戻ろうと思います。YouTube の編集しようと思います。明日もねあるので、あんまり遅くまでせずに先にいいところで終わりようにしようと思ってますが、差し入れをもらったので、これも食べながら進めていきます。はい、おはようございます。今日がですね、広島ポップアップ、最後の日になりました。今日はですね、朝から、作業がね、ちょっとあったので、早めに起きて、作業してました。昨日もね、夜の、12時くらいかな、ケンさんとね、打ち合わせしていて、これからのね、話したくもしていて、すごく楽しかったので、なんかね、あんまり寝つけなくて、今日も朝4時くらいに目覚めて、でまあ、その後からね寝れなかったんで仕事をしたって感じだったんですけど、今ね、広島のキーサイトの方に着きまして、最終日のね準備をしております。あとね30分したら、オープンということで、最後の日なんですけどね、たくさんの人に買っていただけるように、ノートをね触ってもらえるように頑張っていきたいと思います。最終日なんですけどね、こんな感じでずっとねポップアップやってました。一回ねレイアウトも変えたりしたんですけど、こういう感じでちょっと隙間を持って、ここはねこの椅子も用意してたり、してました。今日もですね、結構いろんな方にノートをね手に取っていただいたりとか、もともとね知ってくださってた方が来てくれて、非常に楽しい一日を最後に過ごせました。またねここから事務作業、搬出作業なんですけど、最後ね頑張りたいと思います。